ホンダ CBR ホンダ CBR2504CBR2504 はかつてホンダ技研工業が製造販売したオートバイである CBR2504 ホンダコレクションホール所蔵者形式名 MC14CBR シリーズ初の排気量 250cc クラスモデルである1980年代初頭のバイクブーム再生期に 400cc クラスでは4ストローク並列4、気筒エンジン搭載モデルがブームとなり、国内主要4社のホンダ技研工業が CBX400 回、ヤマハ発動機が XJ400 シリーズ、鈴木自動車工業が GSX400 回シリーズ、川崎重工業が Z400FX、Z400GP を製造販売し、人気となっていた。 一方で 250cc クラスはそれまで上等とされて 400cc クラスとのフレーム、車体の共用設計をやめ、CB250 RS、RSVT250、RZ250、RG250、Z250、FT などの専用設計モデルを開発販売された。しかしこれらは2ストロークエンジンもしくは4、ストロークエンジンを搭載するものの短期等。 二気筒エンジンは主流であった。そんな中で、250cc クラスでも4気筒という声も大きくなり、1983年3月に、鈴木が水冷 A4 ストロークにバルブ DOHC4、気筒エンジンを搭載した GS250FW を、さらに1985年3月には、ヤマハ発動機が FZ250 フェイザーを発売。 いわゆるクォーターマルチがブームとなったことから開発されたのが本モデルである。車体は先発となった GS250FWKZ250 フェイザーと同様にハーフカウルを装着するスーパースポーツであり、全長 X 全幅 X 全高 2000X685X1120。 ホイールベース 1370mm、最低地上高 140mm、シート高 750mm、最小回転半径 2.6m とされた。また燃料体育容量は14リットル、車重は、乾燥 138kg、装備 153kg である。アルミニウム製、ツインチューブダイヤモンド式フレームに搭載される MC14。 E 型水冷4ストローク4バルブ DOHC4 気筒エンジンは内径 X 工程 48.5X33.8 排気量 249cc 圧縮比11.0エンジンオイル容量2.7リットルフルトランジスタ点火装置セルフ式始動装置により最高出力 45PS14500rpm 最大トルク 2.5kgm 1500rpm のスペックを発揮するが、最大の特徴は、高回転時の安定性と耐久性の検知から、カムシャフトをギア駆動するカムギアトレーンを採用した点にある。さらにクロムモリブ電工診断コンロットなど、往復運動部品の軽量化を徹底追求し、四電キャブレターから燃焼室までの吸気経路をほぼ一直線とした設計や体系弁も採用した。 また変速機は、湿式多板、コイルスプリング式クラッチによる常時交互式6段、マニュアルトランスミッションを搭載する。サスペンションは、フロントが、円筒空気バネ併用テレスコピック、リアが、プロリンク式スイングアームで、1 80から17.130、70から17バイアスタイヤを新設計された、S 字断面スポークのアルミ製キャストホイールに装着。 キャスター角26度トレール量 97mm とし、ブレーキは前輪ニピストン油圧式、ダブルディスク、後輪を機械式、リーディングトレーリングとした。日本国内年間販売目標28000台、標準現金価格549000円以下の特別仕様を施したスペシャルエディションを2000台限定並びに、標準現金価格559000円で、 同月11日追加発売生産終了区オーターマルチ、ブームはさらに加熱し、本来はレーサーが存在しない4ストローク 250cc クラスでもレプリカがブームとなり、本モデルに追加する形で1987年には、フルカウルを装備する MC17 型 CBR250R を発売。しばらくは、本モデルも併売されたが、間もなく生産終了となった。 またヤマハ発動機、鈴木自動車工業もブームに対して早い対応をしており、本モデル同様にフルカウル装備レプリカの FZR250、GSXR250 を発売し、以後は早い周期でもモデルチェンジを繰り返す様相となった。一方で、MC14E 型エンジンは上述した、MC17 型以降も以下のモデルに引き続き、キャリーオーバーされ続け、 平成10年自動車排出ガス規制に適合する BAMC31 型ホーネット250の生産期限となる2007年8月31日まで生産された。ありがとうございます。